ご安心ください。あれは絶対に映画の撮影なんかじゃないよ。たくさんのチップが空から降ってきて1枚拾ったんだけど、あっという間に跡形もなく消えちゃったんだ。あの、それってクラークフィルムランドの事故のこと？ん、そうだけど、どうして？ロビンさん、見間違いじゃないよね？緊張しないで。美しい夢の旅に変な思い出を残してごめんなさい。あなたが言っていたチップのことが気になって、もう少し詳しく話してもらえないかしら。うん、そのよく見るチップだよ。カラフルでジャラジャラって雨みたいに降ってきたんだ。そしてそのチップはそのまま消えてしまったのね。それは多分ハイリスケが長い時間をかけて準備してきた義務技術ね。え、ロビンさん、それってあのチップは全部演出だったってこと？でも僕は確かに。これはまだ公開されていない技術なの。本当は調和セレモニーでお披露目するはずだったのだけれど、思わぬ形で外に漏れてしまったみたい。秘密にしておいてくれないかしら。その幻のチップの雨は私の公演で使う予定のものだから。そうだったんだ。それなら納得だよ。調和セレモニーを成功させるためだもん。全力で協力するね。ありがとう。お返しにちょっとしたプレゼントをあげるわ。このボタンは？調和セレモニーの特定のタイミングでそれを押せばサプライズがあるかもしれないよ。さて、他のゲストも困っているみたいだから、私はこれで失礼するわ。引き続きこの無境を楽しんでね。こんなにたくさんの人が話題にしてるなんて、フィルムランドの騒ぎは本当に大きかったみたいね。安心して、他の人には言わないから。ロビンさんの公演楽しみにしてるね。免許がなくても運転できるのかしら？湿気で関節が錆びそうです。ファミリーは無境におけるゲストの安全を約束しています。ですが、私はこの目で見たのです。有機生命体の一団がフィルムランドに向かい、その後空が切り裂かれ、虚空から黒い雨がにじみ出てきたところを。ファミリーから納得のいく説明がなければ、
私はすぐにでも妻を連れて現実世界に戻ります。無境が楽園でなくなればここに留まる理由もありませんから。どうやらなかなかの場数を踏んできたようね。招かれざる客が無境に入り込んだのは間違いないけれど、彼らのターゲットは一般のゲストじゃなくてカンパニーの使者よ。ファミリーは何があっても絶対にゲストたちの安全を最優先に考えるわ。ロビンさん、ハウンド家がフィルムランドを封鎖したことは知っています。ファミリーならこの事態を適切にコントロールできるでしょうが、そんなことをしても何の役にも立ちません。ファミリーは名誉を守るためにあらゆる手を尽くすでしょう。ですが私は客として自分の命を懸けたいとは思いませんので。でも見ての通り今回の事故では一般人は誰も影響を受けていないわ。無境は約束したような完璧なものではないかもしれないけれど、ファミリーが収めている美しい夢よりも安全な場所なんてない。このことはあなたの方がよくわかっているでしょ。実際こんな事故が現実世界で起きたとしたらどれだけの人が無事でいられるかしら。ここに残っても構いません。ですが覚えておいていただきたい。客がピノコニーに来るのは無境を楽しむため。ファミリーとカンパニーのいざこざに巻き込まれたくはありませんので、今後は余計なトラブルが起きないようにしてください。ええ、もちろん。調和セレモニーの開幕が目前に迫っているんだもの。私たちも準備に全力を尽くすから安心して。お詫びの印としてファミリーからゲストにちょっとしたプレゼントを用意したの。素敵なゲストさん、理解してくれてありがとう。ここに残っても構いません。ですが覚えておいていただきたい。客がピノコニーに来るのは無境を楽しむため。ファミリーとカンパニーのいざこざに巻き込まれたくはありませんので、今後は余計なトラブルが起きないようにしてください。事故があっただけだから、ゲストの方はご心配なく。おい、このバカ！ロビンさんを知らないのか？誰と話してると思ってるんだ？申し訳ありません！ハウンド家に移ってから日が浅く、その、町での仕事に不慣れなもので気がつきませんでした。大変申し訳ございませんでした。そんなに緊張しないで。お仕事お疲れ様。今の状況はどう？問題ないかしら？ご報告いたします。フィルムランドはすでに封鎖しました。ゲストのほとんどは夢の中の奇妙な光景に慣れているので、今のところ危険はありません。すぐに秩序回復できるものと思われます。ロビンさん、ご安心ください。我々も巡回を強化して何も問題が起こらないようにいたしますので。あなたたちのことは信じているわ。でもフィルムランドで起きたことについてハウンドの皆さんはどう思っているのかしら。大丈夫だから本心を教えてちょうだい。それは実は事件が起きる少し前に現場にいたのですが、カンパニーの使者がよからぬことを企んでいるというのは本当なのですか？それにあの巡回レンジャー、いとも簡単に空を切り裂きました。ロビンさん、正直に申しますとみんな心配して噂しています。
これほど多くの派閥がピノコニーに集まるだけでも人々を不安にさせているというのに。あなたたちのファミリーへの忠誠に感謝するわ。宴の星は今確かにちょっとしたトラブルに見舞われている。あのカンパニーの代表はピノコニーの所有権を取り戻そうと強硬手段を取る準備までしていたの。もちろんファミリーは同意してないわ。交渉が決裂した結果はあなたたちの見ての通りよ。なるほど。カンパニーの社員は無境に入ることを禁じられていると聞きましたが、それが理由だったんですね。それで騒動を起こした奴は捕まったんですか？安心して、サンデーが彼の行方を追ってるからすぐに結果が出ると思うわ。でもこうなった以上カンパニーも簡単には手を引かないでしょうから、無境の秩序の維持はあなたたちに任せるわね。ご安心ください、ロビンさん。しっかり任務を遂行してカンパニーの連中の思い通りにはさせませんから。面倒をかけるわね。もし他のメンバーが不安を感じていたら私の言葉を伝えてちょうだい。無境を守るにはみんなで協力して頑張らないといけないから。これはアイリスケがゲストたちのために用意したプレゼントよ。よかったらあなたたちも受け取って。調和セレモニーで開ければ思いがけないサプライズがあるわ。ロビンさんからプレゼントをいただけるなんて、まるで夢のようです。あ、いや、私はもう夢の中にいるんでしたね。本当に誰かが因縁をつけてきたとしても我々は戦うことを恐れません。ご安心ください。無境の平和と秩序はハウンドが守りますので。ロビンさんからプレゼントを。本当に誰かが因縁。宇宙に名を馳せるスーパースターロビンさんですか？こんなところでファンに会えるなんて光栄だわ。美しい夢に満ち溢れた世界、ピノコニーへようこそ。まさか本物に会えるなんて。今は調和セレモニーの準備をしてる最中じゃないんですか？ステージの準備はもちろん大切だけど、セレモニーを開催するのは皆さんにデウムのハーモニーを伝えるためだもの。皆さんと一緒に歌える機会があるなら拒んだりはしないわ。さっきの事故で一部のゲストには嫌な思いをさせてしまったから、ファミリーの一員として皆さんに謝罪するのは当然でしょ。あれは本当に事故なんですか？僕、雨のように降ってくるチップを見ました。それから空を切り裂く赤い光も、特殊効果にしては少しリアルすぎませんか？あの気前のいい男性にも会いましたが、様子がおかしくてずっと独り言をつぶやいていました。それも脚本の一部なんでしょうか？皆さん、どうか慌てないで。ファミリーが皆さんに満足のいく返事をするはずだから。いくらロビンさんにそう言われてもとても信じられません。どうしても忠告を聞き入れない人っているわよね。キリがない。私も疲れちゃうわ。ロビンさん、でも乗りかかった船だし仕方ないか。私いい人だもんね。あれ、今何をしてたんだっけ？あなたは？このプレゼントを受け取って、ゲストちゃん。これはファミリーが君のために特別に用意したものなんだよ。しっかり持っててね、調和セレモニーが始まるまで。そして
演目のクライマックスで周りの人と一緒にこのボタンを押すの。もしかしたらすごく面白いことが起こるかも。全てが原点に戻った。以前ここから黄金の時に入った君は、今度は本当のピノコニーに足を踏み入れることになる。